終了してしまったはっっあ、短いまたやってしまったっタイミングが狙われている<ん>おはようございますツイスキャストの皆さんツイスキャストツイスキャストツイキャストってどういう意味なんですか

で今の現状はどうなってるんだ総理大変危険でございます。あ、o r r あ、どうしましょうどうしましょうじゃいどうなってるか聞いてるんだこちら。どうしましょうなんだよさっきからおっしゃってる通り。もう近くまで、ケンゴジラが迫っております。なんだと巨大生物、巨大生ケンゴジラがこちらまでおっと迫っております。そんなもんいるわけないじゃないか。 いるんですや、こういうのをね、会議に持ち込むんじゃないバカだれ、帰れちょっと今テレビ見てください、ほらテレビほら今この中継をご覧になってください、総理一体何だね、これはケンゴジラです。だと、本当に存在するのか、こんなものが。あ存在するんですよ。大変じゃないか。迫ってきております。えっと、どうしましょうどうしましょう みんなそれぞれの意見をちょっと聞いてみよう。な総理どうしたケンゴジラは何かあったかどうしましょうちょっとさっきよりお腹が大きくなってきております。妊娠しているのかいや、どうでしょうどうでしょうどうでしょうケンゴジラはメスではないと思われますね。メスではない。どうしてわかるんだついてるのかうんあれがついてるのかなんだねいや、ちょっとお腹で隠れて見えませんが。いや、メスとかオスとかどうでもいいんだ。 あの我々人間に対してだ害はあるのか敵なのかいやだってもう街を破壊しまくっていますああそうなのか大変じゃないか足よりも先にお腹がぶつかっておりますそうなのかどうしましょうこれは先にお腹からこう攻撃した方がいいと思いますが総理どうしましょうそうだな避難はどうなっている避難避難住民の避難はどうなっている住民は今ち どううでしょ情報によると沖縄市からみんな遠ざかっていると沖縄市か沖縄市一体ケンゴジラた海じゃないのかいや沖縄市です沖縄市で急に急に誕生したのかそうですねえそうみたいです巨大生物がはいどっから来たんだ一体沖縄市です沖縄市から来て今どこにいるんだ今は どうですかねちょっと中継を見てみないと、はい、え動物園を破壊しております沖縄市だな、はい、なるほど総理これは先に先にどうして<え>住民を避難させるかそれともケンゴジラを先に倒すかどちらかがよろしいでしょうかちょっと自衛隊の意見も聞いてみたいないやそんなしている時間はありませんえそうなのそうしているうちにもう沖縄あ 動物園がもう破壊されました。どうしましょう。動物たちはどうなの。動物たち。大丈夫。おそらく、ケンゴジラのお腹の中に。食べているのか。総理。はい。さっきよりもお腹が大きくなってきております。食べてるからだろう。なあ。どうしますか、総理。なるほどな。そうやって、そうやって、大おき。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。総理。え。ヨーデル砂川が。ヨーデル砂川。 総理食べられたのか食べられました。総理ちょっと待って食べましょう。ちょっと待ってちょっと待ってヨーデル砂川とはなんだ。ヨーデル砂川は覚えてないですか総理。ええ知り合いか。ええ。うん。はい。ああそうか。辞めましたけどね。ヨーデルヨーデルましたけどね。彼女に振られてうつ病になってやめました。彼女に振られたやヨーデルか。 分からんな覚えてないそんなやつは食われてもまあ仕方がないそれよりもなあの宜野湾とかタンとかあそこら辺までもし行ってしまったら全て沖縄市のせいにされるからそろそろ止めといた方がいいなどうしましょうあ違うわ私は日本のトップだった今なんか沖縄市のトップだった時代の癖がでちょっと出てしまった一気に牙が小さくなりましたね申し訳ない そろそろ攻撃しないと大変なことになります。沖縄がなくなるぐらい何でもないんだよ、こっちは。ちょっと待ってください。沖縄には何人の人が住んでると思ってるんですか何人住んでるんだ ?130 万人です。少ないじゃないか。10分の1もいないよ。総理読んでいる砂川はいいとして、こんなにたくさんの生き方がなくなったら。はい 私たちは避難を浴びるしかありません。でも、みんなうち団長だろう。はい。なちょっと待ってください。なんだね。うちのうちを、なんだと思ってるんですか、総理。なんだと思ってるって、あ、あんなもんは、あの、離れの島の、なん、もう、なん、そういうもんじゃないか。んうん、日本ではないだろう。<laughs> うん。総理。なんだ。みんなが、みんなヨーデルではないんですよ。うん、ああ、そうなのか。はい。だから。<ー>一刻も早く、お腹を攻撃しましょう。 お腹を攻撃したらやつは止まってくれるのかおそらくじゃあ攻撃しようどうやってでもどうやって攻撃しましょうどうやってってなんだ私が知るわけないじゃん周りにはまだたくさん人がおりますいいじゃないか沖縄人だろそれはどうしましょうやれよダイナマイトの力を借りましょうかなんだダイナマイトって爆弾かいや爆弾ではありませんなんだね人です人はいダイナマイトという人がいるのかはい ダイナマイトを飛ばしましょうか。はい、人を飛ばすのか、はい、爆発するのか、拳銃に仕込んで、拳銃に仕込んで、はい、ちっちゃいのか、<laughs> ダイナマイトという人はちっちゃいのか。い <laughs> いやち<え>ちっちゃい まあちっちゃいちちっゃいですね。でも、ケンゴジラのお腹を破壊する威力は持っております。じゃあ、それでいいじゃないか。さっさと撃ってくるだまよ。ここは総理が何がお願いします。ここに拳銃があって、私が撃つのかはい。ちょっと待ってくださいね。私、ちょっと今、ちょっとちょっとダイナマイトが暴れている。ちょっと待ってください。ちょっと落ち着け、ダイナマイトここにいるのか、ダイナマイトここにいるんだな。 できました入ったな、今。はい。打て。いや、ここは総理が。打てよ。日本の代表して総理がここは一発。無理だよ、僕には、こんなのは。打ってください、総理。ダメだよ。大丈夫です。手に負えないよ。大丈夫全部の責任が私に来るじゃないか。そうなったら解散すればいい。解散もう一度言うぞ。 <laughs> いいか <laughs>。もう私には手に負えない <laughs>。うんーリー。総理総理解散話せばわかるプ。プロジェクトナイン えー、皆さんこんばんは。パーソナリティの西平としさと、大ゆうきです、はい。この番組は映像制作団体、プロジェクトナインが毎回深夜テンションでお送りするフリーダムなトークバラエティです。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは 761-efmcoza.jp 七六一アットマーク fm コザドット jp ファックスはゼロ九八九三四八六五三また fm コザではユースリムと連携してみて映像と合わせ配信しています fm コザのホームページからもご覧になれますのでそちらもお楽しみください、うん、ツイッターも連動しておりますのでぜひたくさんつぶやいてくださいえ今週のメッセージテーマはいシンまるまるでございます<ー>メッセージお待ちしておりますシンまるあシンゴジラのゴジラを ほにゃららにして、しんなんとかです。<laughs> しんうん。ういうところ。みんなのしんまるまる。はい。まあ、うん、このテーマにのっとってですね。うん、私たちも今週の、えー、今日のエチュードは。うん、あの総理と官僚という。やつをやりましたが。やって。ラストのセリフが解散。ああ、そうですか。<laughs> あなた言いましたよね、解散さんって先に。行っちゃってしまった。行っちゃってしまったね。あのベルがないことに気づいてね。一回、間がありましたよね。違うわ。シンゴジラって言いながら、シンゴジラじゃなかったね。ケンゴジラって言ってました。何ですか、ケンゴジラ。ケンゴジラいるんですよ、沖縄市に。いるんですかケンゴジラが。シンゴジラは、海から来るじゃないですか、シンゴジラは。あなた見ました、そもそも。 見ましたよ見ましたか海から這い上がってきましたねでしょ鎌田とかあの辺から上がってくるんですよでケンゴジラは沖縄市から急に大きいのが急にできたのはい。空から降ってきたわけでもなく沖縄市のそうですかあそこはどこかな山内町ぐらいから来たんじゃないかな山内町小学校山内中か 山内中からはいやってきたケンゴジラシンゴジラではないケンゴジラですケンゴジラってことはシンゴってことあまりねプロジェクト9の代表をこういうふうにコケにするんじゃないんですよあなたいいですか 一生懸命頑張ってるんですからそうですねプロジェクト9の誰よりももしかしたら頑張ってるかもしれないそうですねはい誰よりも頭下げてにヨーデルが悪いことするたんびに頭を下げてるかもしれないそうですねはいそれぐらいねまあシン・ゴジラがね頑張ってますけどシン・ゴジラえで本日えふんこ座の目の前にははい 僕らがさ先週「マッキーロの国」という舞台をやったんですけど来てくれてましたよねありがとうございますキャプテンがキャプテンキットがしゃってますんでありがとうございましたありがとうございましたうれしい先週だったら衣装が僕はもろかぶりするとこでしたよ先週あ僕もチェックの緑で緑でしたんで緑で緑のマイク持ってやってましたからキャップもかぶらんといけないそうですねあ今日ニューヨークじゃないですね 今日ニューヨークじゃないもう半年ぐらいやってないよあれそうでしたっけはいもう私はニューヨークとジャケット等に脱ぎ捨てておりますでもニューヨークはずっと被ってませんでしたうん。あれなんかいやでしたっけうんへーあまあねうん。ぽいぽいやつも被ってたよだからたまにはねそうなんですねちょっと疲れてきたなしんまるまるしんまるまるしんまるまるはい 新ンマルマにしたんですねどういうことですかスタイルはスタイルはまあそうですね今までニューヨークだったのに来年もちゃんと決めてやっていきたいですねまあでも前犬をね、応援してるんでねドジャースなんですけどねはい。だから、まあドジャースにしてもドジャースはあそこどこでしたかキャップあれは LA じゃないですか LA? あー LA ねはいまあやったんですよ 今年。来年は LA で。はい。行きましょう。私何にしようかな。ああ。ただいま FM 小座では CM に行っておるでございます。何にしようかな。よし。思いのほか。ガッチのマイク悪かんの曲みたいな。ガッチ入った方がいいよ。

あれエヴァやで <laughs> BGM エヴァやでエヴァやで <laughs> さっき聞こえたかもしれないけどスピーカーであれだからね<ー> BGM モロネルフの BGM 俺、うん、あの曲が流れただけでエヴァ見て良かったと思いました思います私も知ってるとちょっとテンションが上がります、ねうんうん、シンゴジラ見る一週間前にあ。大人大人見しましたからね、うん、おー一気に,一気にすごい く君が出てくるところまで見たとりあえず今今から見るっていう人にはあの劇場版を DVD 最後から3番まで借りてその後は劇場を借りてって言ってまあ確かに劇場版でいいですね劇場版から見て内容わかる総集編みたいなもんそう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 そなそうけうそ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 ういうそ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 う ストの方ワンぐらいは見た方がいいってことで <laughs> す。あはいまた なせばわかるプロジェクト 9FM 小林生放送でお届けしております。今週のメッセージテーマは新ゴジラです。<laughs> 引き続き新〇〇新〇〇です。<laughs> 引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。<laughs> そしてここからはなんとちょっと前倒しで前倒しで前倒しで上拓也にも登場していただきます。お願いします。<laughs> はい、えー、上拓也です。よろしくお願いします。お願いします。なるほどこういう入りをするんですね今日。はい。 今日はもう一時間ずっと僕いますからね。はい。よろしくお願いします。あいた方がいいですね。はい。今日はですね。え一時間ずっとシンゴジラについてお話ししますからね。はい。まあ今日はですね、まあ先々週はですね田中ディレクターとまあ新ゴジラについてまあお話をしたんですけれども、まあその時はですね、まああのネタバレはしないようにまあ必要最低限の情報だけ教えたんですけれども、今週はですね、もうネタバレ解禁で、もう最後どうなるかとかも全部話しますから。言ってますよ。キャプキャプテンさん大丈夫ですか。あ、大丈夫です。見ました。 見てないですか?。そうですか、はい。いいんですか?。はい、もう今日はですね、もう本当に全部お話ししますので、まあ。えっと、聞いてる人が悪いです。ええ、ツイキャスから、野の中の銀の蛍さん。ええ、こんばんは、西浦さん、大城さん。ええ、また久しぶりに来て。久しぶりですね。もう、ね、新五次郎の話を全部します。はい、もう今日はネタバレ全開ですから。ネタバレするっていう。すべて始ますから、なだろう、田中ディレクターが多分横入りするかもしれないですからね。マはい。 ええ、いいですよ。はい。何もかも。もう、これ、あの、この番組、まあ、映画チームのやる番組なんですけども。初めてじゃないですか。全員が知ってる映画っていうのは。すごいそうかもしれない。俺、なんか、必ず誰か知らないです。そうでもなかったみたいな。そうじゃない。何が、あれ、ちょっと、お一人。あ、お一人。でもね。かなりの確率で、みんな知ってるもんね。はい。まあ、まあ、そんなね。 えー、みんなが、えー、見てきたシン・ゴジラ、うんはい、一体何から話しましょうかね、東京に何,何やら怪獣が出てきて、うん、政治家たちが慌てながら、その怪獣をやっつけようというあ話、漠然としてますけど、<laughs> 本当にそれですからね、えー、主役の長谷川さんが。 巨大不明生物だと思われます。って言っても、誰も信じないという。信じるわけないですよね。最初は、まあ、江本明さんが閣僚会議に冗談を言うなって。そうそう。で、言うと、で、隣に大杉礼さんがいまして、その大杉礼さんは大河内総理っていう、まあ、役目なんですけど。大河内総理がですね。議事録に残るんだぞ、政府に恥をかかせるか、そんなものはいるわけないだろうって。総理大臣がそんなことを言って、で。中継が映るんですよね。中継が映ると、何やら。 海になんか巨大不明生物がいるっていうことこそれからも長谷川博さんが演じている矢口が言っていることがもう本当だったっていうことが立証されて、うんうん、それから政府が初めて動き出すんですよねで、うん、初めての,あの自衛隊が出場命令が下ったりとかで自衛隊が出場して、うん、まあゴジラに対してまあ爆撃とかも行うんですけれどもその過程とかも見ていて、まあ、結構ハラハラしますし、うん、なんかあの結構この「シン・ゴジラ」っていう映画はもうゴジラは実はそんなに出て,出てこなくて。 まあそうですねはいと会議の自信が結構中心なんですよね遅いんすわな決めるのがそうですねことごとくでも政治家ってあれですね外国人が見たら不思議に思うらしいですねだから外国ではシン・ゴジラはあまり評判良くないでしょうね早く攻撃してしまえばいいのにっていうらしいですよだけれど普通って結論ってなかなか決められないじゃないですかだって恥じとし 大小路総理がです、ね、ゴジラに対して初めて爆撃をしようとした時に近くに住民ががいたたかから撃つことでできなかったんですよね住民の危球をさらすわけにはいかないだろうということで、うん、結局攻撃せずに自衛隊は撤退するんですけれどもでもその時もゴジラ運よく街を破壊することもなくなんか無事を断えなきゃ終えたんですけれどもうん、うん、また2回目上陸した時は神奈川県をまあ 破壊して,してでだんだん東京にやってきても東京のまあ中心部をまあ襲うわけですよでその中東京を中心を襲う時にまあアメリカがですねゴジラに向かってかっ核攻撃をするっていうことになったんですよ、ねはい、で核攻撃をすることになってちょ結局中心になることなくゴジラの背中に向かって核ミサイルがドンってぶち込まれるんですよ、ね、でぶち込まれるともうゴジラがもう大声を出して背中からすっごい光線を出すんですよね。はいはい すっごい光線を出して、まあ、これがいわゆる内閣総辞職ビームですよね、これ。なん、ですね。なんですね。内閣総辞職ビーム。内閣。ここにはない。総辞職ビームです。総辞職。はい。内閣の総理大臣含めて、全員が。あれにやられちゃった。ほぼ全員が、あのビームにやられた。そうですよね。そう。この大城由紀さんという方はね。総理大臣はなんで変わったの。 途中。<laughs> <う>なんでかわった。あ、でも1、一回み、見た人は多分そう思いますよ。うん、だって、あの、大河内総理が死んだっていうのは、案外一回目見た時で、気づかない人は結構多い。っだって私でもそうでしたもん。ああ。だ、だ、だんだん、だんだんし、し、てきて、やっと、あ。うん、大杉蓮さん死んだんだって、うん、分 <laughs> かって。 で、それからあの平泉成さんが演じる、まあ、里見大臣が出てきて、ラーメンを食いながら、え、総理って仕事って大変だなって、はいはい、なんか言うわけですよ。はい、だけど、そう,そうそう冷めちゃった、伸びちゃったっていう。ラーメンも食えないのかと。そうそうそう。で、平泉成さんが、結構ね、これがね、最初見た時は。 いいらないキャラクターだなって思ったりもしたんですけれども、うん、結構里見さんが結構いいさじ加減をしている、うん、え総理大臣、まあ、臨時の総理大臣で、うん、まあ最初の圧倒的なテンポの速さで一気になんか中和させてくれるような存在ですからまあ、うん、わりかし里見さ,さんは癒しキャラと言ってもいいかもしれないですよ。はいはい、そうですね、はい、で最後がまた生きてきますからねそうです生きてきますからあの、ねはい、最後の癒やし折り作戦っていうね 作戦があるんですけれどもそれもなんかもうそれもまあ見てるの楽しみなんですよまあ今日全部何もかも話しますんでヤシオリ作戦っていう話もあの最初見た時どうでしたかヤシオリ作戦見た時はいやえっと一体何をしてるんだろうかって思ったんですけどねああそうですかええ。まあゴジラの口の中に血液凝固剤入れるわけですよね。あれねあれ言っていいですかこの人この話をしたらすごいですよあれ あのみんなショベルカーがぶわーっていってユンボがばーっていってトラックと連結してタンクローリーかタンクローリーと連結して血液のです凝固剤凝固めるやつか凝固剤を流してるじゃないですかクレーンの先っちょからあれをこの人は多分絵だけを見て判断したんでしょうねなんでゴジラの中にコンクリート流したのあ

ーゴジラを見ながら打、はい、とうとして起きて打とうとして起きてってってで途中からめっちゃおしっこ行きたいってなって <laughs>、はい、やばいやばいやばいってってかな後半の後,後,半後半ぐらいに、はい、でううう「行こう行こう」って行って戻ってきたらめっちゃ目が覚めて <laughs> そっから集中しだしたらなんかもうユンボみたいのがこう <laughs> ゴジラの中にこうなんかね突っ込んでて <laughs> あっなるほどコンクリートを流してるなと思って。<laughs> すごいいい作戦だなって思ったんですけど <laughs> 日,日本はこういうねあのアメリカと違ってこうババーンとやるんじゃなくてたくさんあるコンクリートをね,たく,さんねたくさんあるコンクリートをこ <laughs>、ね、ゴジラの中に入れるっていうのは日本らしいなって思ったんですけど、はい、見終わった後に西浦さんに「コンクリートやってましたね」って言ったら「全然違う」<laughs> あそりゃそうですよ。<laughs> <laughs> 後日ね言われてるのは。えー そうだったのかと思って。びっくりしましたよ。俺もちょっと一回考えたぐらいだから <laughs> あ,あ、そうかコンクリートでもありだったのかな。確かにコンクリートでもありかなって思いましたね。あの,あの感じはちょっと <laughs> <laughs> だって普通のコンクリートだったら多分ゴジラのもありじゃないですかね。中じゃなかったです。<laughs> ああ、なるほどね。いや、でも実際ゴジラの体内にコンクリート入れたらどうなるんですか。固まるんじゃない？でも原子炉自体はあれですよね。胃袋の中じゃないですよね。はい。ああ、なるほど。 うん。なんかそういう機械を乗っける風ななこと言ってたんで。へえ。あのお姉さんが。コンクリートはでも効果ありそうだよね生き物には。うん。ね人間がコンクリートさ流し込まれたらどうなるの？絶対死ぬよね。死ぬでしょ。やっか百パーセント死にますよ。死ぬよね。うん。でもゴゴジラに多分体内入れたとしてもおそらくゴジラはあの。 設定では完全生物っていう設定ですからおそらくコンクリートを入れてもあまり効果はないのかもしれないですちょっとまた進化を遂げて進化を遂げてもしかしたら第5形態までいった可能性もありますからありますねさらに強くなってさらに強くなる可能性も最初すよね最初最初はまさかあの顔あの顔で出てくると思わなくてまあねゴジラがあれはねまあ歴代のゴジラをまあ あなたよりは知ってますよ。からしても、はい、あれは敵だと思った。俺は。ああ、そう思ってる人多いみたいですよ。ああ、そうなんだ、うんそうそう。ゴジラじゃないと思った。<ー>まず<ー>最初見たらそう思いません、ね。ただなんかなんかヘビっぽいやつが現れたなって感じになって、これがなんかゴジラになっていくのがって、見てる自分でも最初全然思わなかったですし、うん、だんだんなんかなんかいきなり立つし、うんはい、なんか顔もだんだん変わっていくので、あこれがやっぱゴジラなんだなってまあ認識ができますからね。うん、なんかなんかでもすごいですよね。ゴジラ。 の映画って、まあ、1954年版の「ゴジラも」も、まあ、そうなんですけれど。うんあの あままあ、放射能を,を浴びて凶暴化したっていう怪獣なんですけども一応1954年版のゴジラはちゃんと普通の,あの第4形態のままのゴジラも登場すするんでよだから進化の過程していくゴジラを見たのは実はあの映画がすごい初めてでそうなんだ、はい、<ー>だからあのゴジラの進化の過程を見れるのもなんか「シン・ゴジラ」はすごい斬新でしたなってだからなんかあのタイトルに「シン」がつくのかなってなんか思いましたからね<ー>、はい、なるほどね。はい 進化の神というんかこのシン・神ゴジャのこの「シン」っていう意味はいろいろな説がありましてまあ「シの「シン」もまあ,あるかもしれないですけども、まあ、神様の「シン」っていう意味もありますっていわれてますしまた「新しいの神まし」の「シン」もまたあと「真実」の「シン」とかもいろいろって言われているのでだからまあ解釈は人それぞれに任せますけれどもなんか「シン」にはいろんな意味が込められてるなと思いますね。でも劇中にあの <laughs> 誰もシンゴジラっていうセリフは誰も言わなかったですけど、ね。ああ、そうですね。ねまあ、そうですね。あれだから、毎回ゴジラって、はい、あのー。 えー、ゴジラっていうのは日本に今が初めてだっていう設定から始まるということ、ねはい、なんですね。もう今までのゴジラはもう全部なかったことになって一新されているような状態でゴジラ始まりますから、うん、だからあの誰もゴジラを知らないような状態がいるんですよだから、うん、あの大河内総理なんかがそんなものがいるわけないんだよってもう決めつけますよねだから今までそういうものが現れたことがないからだから,だからみんな普通の地震とか,なんか災害って思うわけです <laughs> <laughs> でもあの でも結局ゴジラ自体も本当に地震とか災害みたいなそれの中メタファーにもなっていて、うん、なんかもう怪獣映画っていうよりも一種のリタダッサームービーもパニック映画っていうか、うん、災害を扱ってる映画にもよく見ましたよ、ねうん、まあそうですね、はい、だからその辺があったので、はいえー、怪獣映画を期待していった人はだめだったらしいですね。<う>なんかもう結構見た人の感想ではんか災害映画じゃねえかって言 <laughs> ってる人も結構多いみたいですね。うん、なんかああのの、うん、やっぱりあの 3.11がありましたからなんかそれの影響もあってなんかこの「シン・ゴジラ」の構想はなんかできたようなのでだからあの結構自信が3.11がなければもしかしたら「シン・ゴジラ」の構想とかもなかったかもしれないですけどでも2014年の「のハリウッド版のゴジラ」俺的に全然面白くなかったのハリウッド版のゴジラがあ,のあったから「シン・ゴジラ」ができたのでなんかあのいろいろと。 うまい声に言ってるなって思いうのを覚えました。なんかうん、ハリウッド版のやつはどうなんですか？怪獣対決なんですかあ。あ、そうですね。怪獣対決です。あ,あ,あのゴジラも出てきますし、あ、うん、のゴジラの中にまたあのムートっていうあの白い怪獣が出てくるんですよ。うん、で、この白いムートっていう怪獣と、うん、まあ戦うのがまあ2014年版のハリウッド版ゴジラなんですけれども、うんうん、この2014年版のハリウッド版のゴジラはですね。えー、結構画面が暗いんですよね。画面が暗い。なんか夜のシーンが非常に多くて、うんうん、で、ゴジラとムートは 夜で割結構戦うんですよ、ねうん、で夜結構戦うから、うん、あのは HDR をのが再生可能な,なんかブルーレイとかで見たりとかすると、うん、多分非常に暗くて分かりにくいと思うまるでなんかリドリー・スコット監督の映画を見てるような感覚にもなったのであ、ね、だからあの結構暗くてだから映画館で見ても結構暗かったですし<ー>またブルーレイで再生してみるともっと暗いので。 見えないんですよ、ね、んで,でも「シン・ゴジラ」の場合は昼のシーンが多かったじゃないですか <laughs> そもそも、ね、あ相模原市とかを襲撃するシーンとかでもほとんど昼ですしヘリコプタータバ作戦とかの時でもみんな結構昼間とか夕方だったのでだからあの「シン・ゴジラ」の場合はちゃんと昼ので表現されてるのでそこはすごいなと思いますの昼 夜よりも昼の方がなんか c. G. を表現するのがなんか難しいって言われていて。なるほど。なるほど。え、はい。<え>はい、そうなんだ。そうなんですよ。だからトランスフォーマーができた時は結構世界中のクリエイターたちが結構ビビったそうなんですよというのも、あの。ロボットたちが昼に戦闘しているから、なん。 ここがななんかすごいなって今までの映画と CG を使った映画と全く違うっていうことになったらしくてだから「シン・ゴジラ」もそれの進化系のようですよ。昼のシーンがあるおかげでゴジラが結構ほぼ綺麗な状態で見れるわけじゃないですか。やっぱりあのしハリウッドの,の CG に比べるとなんかチャチって思ったかもしれないですけれどでもなんかそれを。 昼でしっかりと表現してるし、またこっちは結構動きもリアルだし、また昼であるか。やべにビルとかが結構綺麗に映るわけじゃないですか。うん、その光景とかもしっかりと見えるので、うん、なんか本当になんか日本内がすっげえよくやってるなって思って。んなんかもう見やすかったですシンゴジラ本当に。うん、に会話のテンポがすごい入るもかかわらずですよ。なるほど。で結構どうでしたかセリフとかなんか印象に残ったセリフとかお二人ありますか?えー。チョレイド?。<laughs> あ、カヨコアンパターさんのセリフです。ねどうですかチェンジチェンジいっつみとか言いますよね、ガルショ。電話するときに、じいち It's me って言いながらするんですよ。はい。それはあれですね。竹野内豊さんのセリフですね。はい。両方言ってたんですよ。石原さとみが「however」言って、その後竹内さん however」って言うから。結構、長谷川博樹さんとかも結構英語披露したりしますからね。へえ。 だっカヨコアン・パタースンとかも結構、なんかどうでしたかあの色気具合っていうか石原さとみさんもうなんかもう完璧な大人の女性いい女っていう雰囲気も醸し出してました40歳で大統領になろうっていう野望を持ってるのがパタースンのあれですからねまた非常に多分年齢的にも本当に大城さんやあと西原さんとかと本当に変わらないような年齢設定じゃないですか。 で最初見たときはカヨコアンパターソンは長澤まさみさんでも俺はありじゃないかなと思いましたけどね。ほーあのービジネス感がどうなんですかね。そんなに出ない感じは<の>イメージありますけどね。長澤まさみさんは実はあの、うん、2000 一年ごろ、から、あの、ゴジラに出てたんですよね、ゴジラ以外。すごい。そう、あの、ゴジラの、しょ、いわゆる、小美人っていう役で出ていて、この小美人っていうのは、昔、ザ・ピーナッツさんが演じていた。役なんですけれども、うん <laughs> はい、これは、あの、モスラに出てくるキャラクターですね。なんか、モスラを、あ、う、の、ん。モスラに、たと必要なんか、妖精みたいな感じのキャラクター、で、うん、この。 長澤まさみさん「ショー美人」っていう役で出てくるのでだからそれが成長した感じでなんか火薬アンパタースの役を長澤まさみさんがやっていったらどうなんだろうなって僕思いましたよ。また長澤まさみさんは顔が結構動画の終わりには足がすごく綺麗いですからね。<ー> だってあのカヨコカカヨは劇中で結構何回か足を組むシーンとかがあるんですけども、その長い足を長澤まさみさんが食ったらどういう風なまたね違う、そうですね。そこありますね。でもとにかく石石原さとみさんのいい女感は半端なかったです。ただなんか英語が下手だとかなんかそういう批判とかもあるみたいですけど。下手でいいじゃないかという。まあ一試しやってますけども。下手でいいと思いますけどね。 あ、でも、なんか、あの、ね、別に純日本人の人が、なんか、あの。うん、アメリカ人の役をしてるわけですから、それだけでも、結構限界はあるかもしれないですけれども。うん、だけれど、なんか、石原さとみさんのキャラクターも、結構人気がありますからね。うん、で、あの、そろそろタメ口にしてくれるっていうセリフも、結構印象的ですよね。ね、確かに。うんうん、覚えてる、これは。ずっと敬語で喋る長谷川博さんに向かって、そうすると、タメ口にしてくれるって言ってね。で、それから、急に長谷川博さんは、言葉敬語が抜けて、タメ口になりますから。で、通常ですと。 矢口さんと佳代子は多分恋愛関係になるのかなって思ったりもしたんですけれども、うん、最後までそんな関係にはならずに、まあ、主人いわゆる仕事仲間みたいな,、うん、なんかそんな感じで終わったじゃないですか、うん、あれもまた「シン・ゴジラ」のいいところだとうちも思っていて、うん、ハリウッド版の「ゴジラ」だとも,もちろん主人公はもともと結婚して子供もいる設定ですから、まあ、愛とかまあ恋愛みたいなシーンとかあるんですけど。 シンゴちゃんの場合はもうそういうのは一切ない。あくまでもなんか政治とあとなんかそういう。 ゴジラに対してどう立ち向かっていゆかっても、それにいっ絞られたのが、なんか結構巧妙だなって思いました、まあ。恋愛に関しては、前田敦子が恋愛してたのかなって感じはします。<laughs> まあ、一応カップルの女っていう役ですから、ね。<laughs> あ、やっぱり、はい、やっぱそうですよな、ね、カップルの女。そんな感じはありましたよ。はい、だって、あの、なんか。ね、かか彼氏も一応映ってるじゃないですか。彼氏みたいな人がつってて、<laughs> えー、なんかそこで滑り台みたいなところで滑って。なぜか前田敦子さんを笑ってるっていうね。はい。うん。 なんかあの、ねおそらくそうでしょうね、多分、あの、状況を把握できてないから。上からチーフってきますよ。上からチーフってきますよ。あ、そういうのを描きたいのかなって感じは。だから、なんか。だって、前田敦子さん、普通に、笑ってるじゃないですか。だって、普通に考えて、とああいう状況で、笑ってのはおかしいんですけれども。多分、前田敦子さん、まだ、どういう状況が起きてるのか、把握ができてないから、まだ笑っていられるように。でも、ね、今度、でも、でも、この前田敦子さん。 ほんの一瞬しか出てきませんからね。本当に。まあそうですね。はい。もうそれから、多分一瞬トイレとか行っちゃうと、前田敦子さんがいるかわかんないですから。<laughs> かなり前半だからね。ね一瞬の人多いですね。うん、あと、小出恵介とか、小出恵介さんも。消防隊長の役で出てきて、うん、本当ワンシーンしか出てきませんから、ね。斎、うん、藤匠。斎藤匠の。はい。ええー。打てみたいなやつが。これがリアルなのか、どうなのか、ちょっと僕はわからなかったですね。うん、なんか違和感はあったんですよ。<laughs> なんですか、今 C. M. 行きました。どこでしたっけ。なん戦車乗ってますよね。戦車乗ってます。あの、まあ、斎藤匠さんも多分2,3分ぐらいで、死ぬ役ですけどね。ああ、す、あの、潰されて死ぬんですよね。斎藤匠さんって。そう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 。で、顔の、斎藤匠さんは顔のアップが割と多いんですけど、ヘルメットをかぶってますから。おそらく斎藤匠であるかどうかがわかりにくい。んですよねわかりにくいかも。わかんなかったですね。ええ。わかん。 はあ、名前で出て初めて斎藤工、うんえー、されまますた斉藤匠さんが面白かったのが彼映画秘宝っていう映画雑誌がありまして、うん、それであの自分の連載を持ってるんですよね「時計自覚へのオレンジ」ていう連載を持ってるんですけれども、うんうん、その連載でシン・ゴチラのことを書いているんですよね。しかも <laughs> その内容が あたかも自分が出演してないような書き方をしてるんですよ、ね、<ー>自分が出ていないような書き方をしている批評を見たのはこう初めてでしたねなるほど、はい、でその斉藤拓美さんの,その時計近くのオレンジによればシンゴジラは公開される前はなんか批評家の受けが悪かったそうなんですよね<ー>で批評家の受けが悪くって、まあ、今公開されるともう爆発的なヒットをしてるわけじゃないですか で、あの斉藤卓明さんがその批評の中に、えー、今の日本の映画評論家は時代の先見性っていうのを分かってないって、こんなやつら映画いるから映画ダメになるんだみたいなことを書いてあったんで。間違いない。<ス>ただいま。綺麗に CM に行っておるでございます。<笑><笑> <laughs> あのシンゴジュラってなんか一番最初のゴジュラの時はなん,かな,んかなんか新しい爆弾とかでなんか殺されるか。うん、酸素の。よ オキジェン、そジェンデストライヤー。名前が覚えてないめっちゃなんかチートの名前だなって。それとはまた別なの別。倒し方別。人力だねあれは完全に。コンクリートをらし込んでる。こんなにかっこいいミキサー車見たことないけど。こんなに自衛隊がかっこいいやなと。確かにじゃそうだね。自衛隊がそうそう戦車でガーボンボンって撃ってるのも結構かっこいい。 みたいなのあ,のあれいろいろ書,たい書かれてるやつ見たら自衛隊だそうだな,のなんかれはそれで別じゃねえのみたいな感じかれてるやつ何を見たんだ君は <laughs> <laughs>、うん、なんか、えっと、ラストで野修作成の時にすごかったのが普通の、ね、コンクリートとか普通の車だったのが <laughs> 面白かったって<ジ>だって通常のゴジラ映画とかだとすると自衛隊が密かに開発したような兵器が出てきてそれがやっつけのすけな民間のものであと野修作成が結構されたからそれともすごい面白いなと思いましたちなみにあの 1980年版のゴジラではスーパー X っていう自衛隊が密かに開発したなんか兵器が出てきてそれがゴジラ王と戦うシーンがあるので結構いいっすよ、うん、スーパー X なかか兜みたいです、うん、なんか丸くてなんかドーム型の乗り物で銀色でカドミウム弾っていう爆弾を持ってるんですよでそれをゴジラにバンバンバン何回か打ち込む、えー、と。りああえずあのなんとかっていう分で あのいつあの怒り死とつながってくるのかなってずっと待ったんですけど、あなるほど結局何にも関係なくそりゃそうだって感じ。10秒前。初号機があの初号機の進化形態カタカナで死んんで、いつつながってくるか。話せば分かるプロジェクト 9F 無コサール生放送でお届けしております。今週のメルタマは死何々でございます。 えちょっとこちらであのメールが来ておりますのでご紹介したいと思いますお,いえお久しぶり天然ボケさんでございますお,お久しぶりですどうぞお願いしますはい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 はしはいはいせいは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 い 逃げる天然ボケがいますが、仕事に行くのが落ち着きます。一つ天然ボケが得意なことはボーリングが大好きです。なるほど。行くボーリング場所はセントラルに通っています。お二人はボーリングは得意ですか？シロスンのこと知ってるようなねいや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 。知らないんじゃないですか？どうですか？はい。もう僕のこと知ってたら得意ですかって一度聞いてこないですよ。ね。はい。 セントラルってあのさっきゴジラが暴れてたところに近くですはいはいはいあ沖縄市ゴジラって言ってもケンゴジラですけどケンゴジラが暴れてたところね沖縄市のところにあああるんですよそこもいいですよまあラジオのチームとしてはガッチがねボーリングが今年の目標で200いくっていうのがありますからぜひねセントラルで行って日浦さんもセントラルよく セントラルは2 0出したことありますよ<ー>、はいえー。また天然ボケさん来ております、えー。天然ボケは毎日起きて周りを見て実家にいて、うん、涙が出るのが新類新しい涙。う,うまいかな滑ったかな。 <laughs> ボケてたのかすいません拾えませんでした4年間も一人暮らしして仕事の後中野町のスナックを回ったのが思い出で深夜のバリアフリーを天然ボケはやっていました、うん、ボーイたちが階段あっても頑張っては、えー、転んでくれたのが真のボーイかなと思いましたはいはいはいあ運んでくれたああ転んで運んでくれたんだ <laughs> 真のボーイかな <laughs> と思いました

チャボ、あ、チャタンボール。チャボ。シンマルマルとか系で。シンマルマゴジラについてお通りしております。ゴジラは一応最後かわいそうだな。あなたね、それ言ってましたね。どういたところがかわいそうだと。攻撃されてるところ。なんか、ビルにこうなんか、うわーみたいな。人間で動きが止められないから、ビルを倒して動きを封じようっていう。あ、そうそうそう。そこのシーン。そこのシーンか。なんかかわいそうに見えてきた。なんか今までゴジラはいいゴジラもいたじゃない。 じゃないですかいいゴジラいいゴジラいますねあのあのなんかヘドラえあちょ最近ヘドラ対ゴジラを見たことゴジラ対ヘドラですね順番大事ですかはい大事ですそれは大事ですよ大事ですねゴジラがメインですもんねゴジラ対ヘドラやった時にヘドラをね倒そうとして頑張ってたじゃないですかゴジラははいだからいいゴジラもいるわけでイーゴジラだかまあイーゴジラっていうか正義の味方っていうかそうそうそう ほぼ子どものヒーローみたいな文字ラですねあれは <laughs> そうそうそうなんかヒーロー的な、ね、ポジションのイメージもあったからはい、はい、こう攻撃されてねなんかうわーってやってる時はああかわいそうってもういいよって何よあれ <laughs> あのキャプテンの後ろにヘドラーが <laughs> ヘドラー <laughs> ヘドラー <laughs> ヘドラタバこ吸ってる 道に灰を捨てて。ヘド汚染でもヘドラってそういうのの集まりですよ。なんか。ヘドラの集まりですからね。郊外のメタファになっている怪獣ですからね。だからタバコによって。吐いた痰が。そこから出てくるね。そこからヘドラになって。何を言ってるか全然がわからん。ゴジラは空を飛んで、ヘドラを足すとね。誰か倒してほしいですね。あのヘドラも。まあ、ゴジラの。はい。 ああ僕あれが良かったですね今回最初にビームを吐くところはいあの黒いものんか黒から赤に変わってだんだん熱量が見せさせたあれ良かったですねまあ後半それが逆になるのもよかったですしガスケツの時ビックリした今俺あれですよゴジラの放射火炎がガスケツを起こすのも「シン・ゴジラ」が初めて見ました あの今までゴジラはいろん,んな作品で、まあ、入ってるんですけれども、うん、口からの光線を、うん、決してあのガスケとか吐けなくなるっていうシーンはもう一切なくて<ー>もうどっから話してんだっていうなおそらく自分で自力で作ってるんだろうなみたいな感じで吐くんですけども「うん、シン・ゴジラ」の場合は一瞬ガスケを起こしてしかもしばらくして貯めるんですよで溜めてからまた吐くじゃないですかあそこはなんか割と意外に斬新だなと思いますよ。ゴジラってあ ガス欠するんだって思いましたからね。でも知り合いがですね、あのゴジラ史上最もあの汚いビームを吐いたって言われたんですよ。見る前に <laughs> 汚い。どういうことかと思ったら、はい、あの威わくあの酔っぱいのおっさんが道端にゲロ入ってるみたいなものって,って。<laughs> <laughs> あいや見たら理解しました。え？それはちょっと見解が浅すぎませんか？<laughs> あれだって攻撃され始めてから出しますもんねだからあ何ていうか前ずみみたいな感じじゃないですか一回だけどもう少し下を向いてウえーてやって松がドカンって吹っ飛んでそれで東京の街をだめにしますからねあ多分ねその人はあれですね寝る前にカメハメハの練習したことない人ですよ <laughs> 寝る前僕はカメハメハカレーガンをいつも売ってました。レーガンを <laughs> 天井を向かって、はい、出ないんですよね。<laughs> 出るかなって毎日、まあ、今日は出るかなみたいなねあの怒りがこみ上げてる時は今日は出るかなって出ないんですよま。まさしくゴジラの光線と全く一緒。<laughs> そうそうそうだからあの時心に痛みを感じてるんですよ怒りとか。ガンっていうの。全然ね。レーガンってやるんですけど<で>ゴジラは、はい あの自分がビーム打てるってどの瞬間に気づいたんですか。いや気づいてないと思いますよ。多分あれ多分おそらく全部本能で動いてると思いますはい多分。あえてですか。ゴキブリって飛べるって知らないらしいじゃないですか最初。ああなるほど。そういうことなんですよ。飛べるになった瞬間に血の指数が跳ね上がるっていう話を聞いたんで。はいはいどちらもビーム発見になった瞬間にの指数が跳ね上がる。だから飛ばないゴキブリもいるんだ。まあまあ。じゃあそいつはえそういうこと。マジで。自分が飛べるってわからないんだ。その時飛んでないだけじゃないの。 違うんじゃない。だったら、逃げるでしょ飛んで。今ゴキブリの話。ビームが打てるかどうか、ビームが。田中 D は、ど、何が一番あれでした。印象。印象。えどこだろう、いっぱいあるんですけど、田中が、田中四回見てるんですけど。すごいな。はすごい見たな。やば。田中四回見て。映画館で4回見たの。映画館で4回見てます。四回。四回とも、うるっときた場面が、あのヤシオリの前の。 矢口さんの演説のところです。あ<ー>あ,す、まあ、そこは来るね。あそこはちょっとやばいですね。何回、うんまあね、見ても。なんあと馴れ馴れですね。大河内さん、大河内総理が東京の街を見下ろす背中のカットがめっちゃ好きです。ヘリに乗る前。うん、はいはいはい。でもあの後に大河内総理は死にますからね。そうなんですよ。それを知った上でまた見ると余計切ない。<laughs> ああ<ー>。はい さんの演説ですねどういった状況で内閣総辞職ビームが放てるかっていうのを結構最近考えてますけど怖怖い怖い,怖いあれって内閣総辞職ビームじゃなくてあれ正確に言うと内閣総殉職ビームがあったらしいんじゃないですかそそそそう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  <はい S 2> どう考えてもそうですよねそ<う>。そう 僕は今日初めて聞いたんで、はい、そっちの方がしっくりくると思いますあ<ー>え、まあ、内閣総理職ビームはそろそろ安倍総理にも行くんじゃないかって思ってますけど <laughs> ま,あまあそこは置いといて、はい、<laughs> あの、私的にはまあでもこのネミミもすごくセンスいいなと思いました<ー>なんか 口に出したくなるんじゃないですか、内閣総辞職ビームって。うん、そうですね。どういう状況で使えるかわかんないですけれども。でもなんかあの、最近じゃ、あの、サイリウムとか紫のサイリウムのことを。内閣総辞職ビームっていうマニアもいるみたいですからね。なるほど。あ、そういう時に使えるんだ。じゃあ、ももクロのた高木玲奈ちゃんは、内閣総辞職ビームをずっとぶっぱらしてんだってことを考えればいいわけですよね。<laughs> 素晴らしい。紫なのね。素晴らしいよ。紫。うん、はい、高木玲奈。小池由合子もですか。あ、小池百合子さんは、み、緑の構成を話すんじゃないですかね。すごい。<laughs> はい 今回協力してるんですよね。こちらにも。どうですかね。あ、本当。うん、なんか元なんだっけ、防衛省で、防衛省でこう防衛省の知識とかをこういろいろ提供して。ああ、そうなんだ。東京、うん。それをまた防衛大臣はよきみこさんがいじてますからね。はいはいはい。女性の方が演じています。そういうところもつながってるんですかね。はい。うんうん。 結構いろんなところつながりがありますみたいですけどね。またシンゴジラでやっぱり一番強烈だなって思うのがやっぱ市川美香子さんが演じている、えー、小頭ひ美さんの役ですよね多分このあ小頭はいはいまあ間違いない間違いない可愛い,いですもんねあの小頭さんあの人のだから最後の笑顔がいいですよねあ<ー>あ良、ね、かったっていう顔ですよねあのヤシオり作戦が終わった時にジョゴジラはもちろん当然知るんですけれども、うん、あの よかったなと思う小頭弘美さんの「本当によかったね」代題名するかのように本当によかったって思ったのが。うん ヤシオリ作戦が終わった後でも誰も喜ばないっていうのがすごい良かったと思いますよ。ハリウッドのアメリカ映画とかでしたら普通みんな「おっしゃ!」って言うじゃないですか。例えばインデペンデンスデーに至ってはランディ・クエイドが UFO にぶっ込むじゃないですか自分で決して決死するわけですよ。でその時にランディ・クエイドは死んだのにかかわらず周りに行った軍の関係者たちはみんな「おっしゃ!」って言うじゃないですか。てめえ人が死んでんのに喜んでどうすればバカじゃねえかっていう感じじゃないですか。だけどヤシオリ ヤシオり作戦の場合は <laughs> たくさんの人が死んでで またしゴジラもちゃんとやられるじゃないですかだ,だけど決して喜ばずにあやっと終わったって,っていう感覚になるので、うん、なんかその感覚の方が自分たちの時は本当にしっくりくるので、うん、あの喜ばないシーンっていうのはすごく巧妙だなと思いましたね。うん、だってこれがハリウッド映画だったら本当に喜びますから、ね「ヤフォースワン」にたっては「ヤ、うん、フォースワン」っていうハリソン・フォードが出てきてる超右な映画があるんですけれどもその映画でもさい最後ハリソン・フォードがロシアのまあ一番偉いやつをな殺すんですよね。で殺す 時に周りに行ったなんかの軍の関係者みたいな人たちがおっしゃーって喜ぶからなんかこの映画も超高な映画だなって思いながら面白くねえなって思いながら見てたんですけどね。でシンゴジラは結構やっぱり戦争を体験してまあ日本は負けた国ですからなんかあの戦争を起こしても勝ったとしてもまあ,あの素直に喜べないっていうのがやっぱあるんじゃないでしょうかね。ははい。そういうところすごい深いなと思いましたよ。そうですね。はい、あ今聞いてそれはそれ思いますね。 またメールがね一応い,いらいして天然ボケさんう添そだよ彼女いないから沖縄市に恋してる <laughs> 天然ボケさんあっ一番下天然ボケああスコアですね二2 4おおおいいじゃないですかいいじゃんはい二百五はすごいねうんまあそうですねでも全員レベル高いですねこれえーうん、すごいでちょっとこれ見てくださいこのアドレス結構久しぶりなアドレスですよ <laughs> はずえでしたかこれ。ナンンンバー <laughs> ダンサーワダサってて書いてます。 どうぞお願いします、大城さん。<laughs> ちょっと待って、これ私が読む。はい、いつも読んでるじゃ。ないでや、ほーい、ビーリーグ、開幕、お久しぶりー。<laughs> 西メン、ゆうきメん、こんばんは。んんはみんなお待ちかねの宮城のパ, <laughs> 宮城のパーマヤですよ。三原から引っ越したからね。久々に投稿できて嬉しいです。久々だからいろんな話をしたいのですが、はい、時間がないのでまた今度にします、ね。来るなよ、じゃあ。<laughs> それではお二人さん、お時間ギリギリまで頑張ってください。それでは See ya、せいや。iPhone から送信したと思われる。<laughs> <laughs> 足してますよ、これ。足してると思われるて。<laughs> <laughs>

<で>誰も決めなかかったですから、ね、でまあそこを結構映画をきたいんだろうなっていう感じもしますけどねシン・ゴジラではうん監督がね結構,結構自分プロジェクトナインのメンバーの中でシン・ゴジラのことをプロパガンダ映画だって言ってた方がいたんですけれども、はい、プロパガンダ映画っていうかむしろ風刺映画のように感じましたけどねプロ,プロパガンダ映画って何ですかプロパガンダ映画ったらまあ,よ、はい、あれですねあのあの政治の わからないようになんか政治的なメッセージを入れるような映画のことですアメリカの映画とかもそうですしナチスドイツが作った映画とかもまあそうですからねそういうのを何て言うんですか、はい、<laughs> プロパガンダ映画です、はい、聞きたいだけでしょあんた言ってごらんなさいよプロ,パプロパガンダ映画 <laughs> 噛んでるよ感んじゃダメなのいやむしろ政治を批判し風刺しているような映画にも感じたので、うん、決してこれはねなんか政治 政治家最高みたいな感じの映画ではないので、そうですね。はい、うんうん。そう。あ、政治家最高になるやつがプロバカタンだって映画んですか、まあ？そうですね。感 <laughs>、まあ、なるほど政治家最高みたいな,な。それはないですもんね。はい。 割と中立というか政治家しか出てこない映画ですけど割となんと別にこれを見て私は政治家になろうみたいなえば安倍総理を支持しろみたいなこういう感覚にもならない映画なのでだから別にそういうなんか変な感じを起こさずに素直になんか娯楽としてなんか楽しめてほしいなっていうのがシンゴ吾ちャーなのでまだまだ公開してるから皆さんぜひ見てください7月29日から公開します <laughs> これ聞いてまあ見に行く人もいるんでしょうね。もう今の時点で見てない人は まあこれ聞いて見に行くぐらいじゃないと行かないかもしれない確かに。はい。まあねネタバレ全開しましたけど本当に最後でゴジラが死ぬことまでちゃんと言いましたからはい。あれ死んでるんですね。死んだのかあれ。おそらく死んだのかもしれない。一応一応ゴジラはあのなんかあのああれ解体されるのかなと思って。まあアメリカだったら解体して研究するんでしょうね。そうあの。 みんなで寄ってたか「ってなーんなんかスターシップ・トゥルーパーズ」っていう映画があってそれで最後ラストでエイリアンが、まあ、人間に捕まっちゃうんですけど、うん、人間に捕まっちゃってどっかの研究所に連れて行かれてなんか思いっきし解体されるっていうシーンがあるので、うん、なんかしかもなんかその解体される時のシーンになんか変にモザイクがかかるから多分シン・ゴジラを多分そのスターシップ・トゥルーパーズのポール・バー・ホーベンが作ったとしたら多分ゴジラが解体されるシーンにモザイクがかかってるしかなりえぐい になると思いますよまあそうですよなそれはさすがにねじゃシンゴジラのゴジラ時代が結構割とえぐいので多分中も相当えぐいんじゃないかと思います、うん、あの、うん、あれと一緒ですよあの塚本真也さんが書いたあの図面があったじゃないですかわかりますあ塚本真也さんじゃなくてあれの岡本喜八さんだったが書いたやつうん、うん、あれと同じあれよりもさらにグロいようなものが出てくるんじゃないかと思いますけどなるほどですそんな、えー、シンゴジラ シンゴジラ制作に関わったプロジェクト9が企画編集として参加しているサブカルチャーウェブマガジンこれ止めなかったら本当にそうなのかってなってしまうからねプロジェクト9はシン・ゴジラと一切関係はありませんあシン・ゴジラはありますシンゴ・ケンゴジラはありますシン・ゴジラは言います、はい、シン・ゴジラも言います <laughs>、えー、3号が配信となりました はい、先日の琉球トラマナイトリアルストーリー、うん、デジカメに出演したデータいただいた山の葉ありささんの独占インタビューなど今回も盛りたくさんの内容でお,お届けしております、えー、無料で読めますのでぜひチェックしてみてください,い舞台のお知らせです、はい、琉球忍者琉球忍者やるってよ飛ばしすぎだな <laughs> <laughs> 10月1日と10月2日天物ホールにて、うん、両日とも テンプスでやるんだやっぱそうホールでやるんですよねそうなんだ俺なんかさ、うん、トレーニング室かなんかかなと思ってた、ね、いやいやいやホールでやるんだ結構そこでやってるんですけど、ね、トレーニング室ああなるほど、うん、えっやばくない行日とも何やばい <laughs> 2時お昼の2時と夜の7時7時、うん、夜の7時ですねなるほど 2>, 2階公演ですチケットは今ファミリーマートの e プラスにて販売中ですってよ、うんはい、もうねえ今週じゃん そうですね今度の土日あ、明日明後日かぜひぜひ見に行ってください来週です来週です来週が落ち着いたピョンはいえはい。ショコルルがね出ます行ってみてください次えホラーイベント琉球トラムナイト201520162017スタヤでレンタルされておりますぜひお借りしてくださいはい。詳しくはプロジェクト9で検索 トラウマナイトイベント版もやるもんね。そうですね。沖縄市でまたやっていきますね。は10月の16日、はい。沖縄市のこだまミュージックタウンでやるかもしれません。はい。その他プロジェクトナインの最新情報は公式ホームページ、Facebook、Twitter をご覧ください。また過去に制作した映像作品はプロジェクトナインのオフィシャル YouTube チャンネルにて公開中です。詳しくはプロジェクトナインで検索。あ、チャライ AKB ファンさん。ヘイヘイ西川さん、伊右京ちゃん、こんばんちー。チー。ありがとうございました。バイバイ。 ギギリギリだあっ、野の赤の銀の蛍さん、真っ黄色の国見に行ったよ、楽しかった。あありりががととううごござざいいまますすありがとうございます。